おはようございます。プロインの基準価格変動要因を解説いたします。プロイン毎月分配型の4月24日の基準価格は2589円でした。前日比 1.3%、 32円の上昇となりました。グロインの基準価格は前日のルクセンブルグの16時、ニューヨークの10時の時間に基づいて計算されています。続いて、為替と株式別の変動要因です。変動額32円のうち、為替要因がマイナスの3円、株式要因がプラスの35円でした。4月23日の株式市場は、欧州は上昇しましたが、米国は若干の下落となりました。コロナウイルス治療薬の臨床試験が振るわなかったこととの報道で、米国 SP500 指数はマイナスの 0.1% 下落しました。中でも公益株指数はマイナスの 1.8% の下落となりました。為替は小動きの中、若干の円高となり、マイナス要因となりました。米国の公益株指数の下落に対して、株式要因がプラスとなった背景は、欧州株式市場が堅調だったことや、米国の株式市場が基準価格の評価時点の後に下落したことが主な要因となります。以上となります。